はい、ですね、なんだろう、ブダイじゃないかなと思うんですが、でも手前際に来てますね。ブダイっぽいですね。ブダイですね。ありがとうございます。一匹目釣れました。ニシキブダイですね。一匹目ゲットしました。はい、釣れました。一匹目です。まあ、潮が結構速くて激流になっていてですね、で沖の方にも潮目ができています。で、右隣3人目ぐらいまでは見えるんですが、みんな、中距離とか上に浮いてるヒレイカを狙っているので、僕はちょっとみんなが狙っているのとは違う見えないやつ、下にいるやつを狙おうと思ってやっています。仕掛けは釣り剣エキスパートグレー 0C、 いつものやつですね。それでリング重宝でやっています。ミチ糸とハリスは直結して、ミチ糸2号にハリスは 1.5 号ですね、でやっています。先ほどから際にボイルとか垂らしてみると、スズメダイとか意外に食べてなかったりするので、生のオキアミは食うんですが、ボイルはスルーしたりするので、それでボイル落としていったら今バチンと一発ですね、30オーバーが釣れました。いつもだったらですね、一回釣れたらすぐ餌変えて違うことするんですが、今日はなんとか釣りたいので、そのまま同じパターンでやっていきたいと思います。で、さっき先ほどからですね、こういう今左に流れているので、こういうの時ですね、魚もそのまま左に潮に乗って走っていくので、通常より引きが強く感じます。なので最初はですね、いつも以上にラインをちょっと送るようにやってみています。はい、間もなくですね、後半戦が始まります。と前半戦もですね、結構渋くて海の色はいいんですが、やっぱり人が20名ほど入っているので、魚が散ってるのかなと思います。なのでなるべく他の方が狙ってないようなところ狙っていきたいと思います。はい、後半戦スタートですね。結構具体的にはですね、中距離とか狙ってる方も多いので、周り見てたらですね、手前キワキワかちょっと遠投したりとかですね、使い分けながら狙うようにしています。潮はですね、午前中よりも少し緩くなってますね。結構釣りはしやすくなったんじゃないのかなと思います。これで多分活性上がればブダイとか普通に連発してくるんじゃないかなと思いますね。場所もですね、真ん中なので、そんなに悪くはないので、精一杯ですね、ここでできることをやっていきたいと思います。はい、ヒットですね。1投目から食ってきましたね。なんかブダイ系ですかね、なんか浮いてきましたね。ブダイですね。ヤブチャーが釣れました。はい、後半戦始まってですね、1投目で運よく釣れました。流れ先ほど話したように結構緩くなっているので、釣りはやりやすいんじゃないかなと思います。なので激流苦手な方とかも後半戦は釣りやすい状態になると思うので、もしかしたら全体でも釣果が伸びてくるのかなと予想してます。で、手前ですね、餌取りがあんまり外に出ないので、それも結構やりやすいですね。巻き餌も2杯打てば、もう今巻き餌の塊のだいぶ下に刺し餌が入っているので、これ以上は巻き餌はまた巻かないでやっていきます。そのままですね、今入れ込んでいきます。で、上にヒレイカいるんですが、あれはもう完全に無視して、そのまま下の方ですね狙っていきます。1投目よりわずかに流れが出てきましたね。ちょっと出たんですが、そのまま狙っていきます。で、ここであと50センチぐらい減ったら狙いの棚になるので、そこで一旦張って様子を見たいと思います。この辺ですね、一旦張ります。で、よれてた仕掛けが張っていきます。これで食ってきましたね。2投目も食ってきました。結構もしかしたら後半戦いいかもしれないですね。はい、後半になってですね、流れが前半よりも緩くなっているので、ガンダも外しました。で、ここを流しているときによく見るのが、向こうの潮とかですね、どんな潮が流れてくるかなとかですね、渦を巻いた潮が来るのか、面で流れるような潮が来るのか、ああいうものも見ることによって次の一頭がですね変わってくるので、観察するようにしています。
でここに狙っている時にもう向こう側からですね、右側から綺麗に面で流れるような潮が来たらすぐ仕掛け回収してその潮を狙ったりですね、するようにしています。はい、薪を打ち分けていきます。手前に餌取り用の薪まず打っていきます。ちょっと餌取りが数はまあまあいるので打って、仕掛けのところにはまだ打たないでまずは仕掛けを入れ込んでいきます。仕掛けをこちらの力で送り込むことはできないんですが、引っ張り上げることはできるので、なるべくですね一旦下に入れ込んでいきます。その後にですね薪を打って、今餌取りが向かいましたね。ではあそこに向かわないように手前に薪を打ちます。たまにですね上に薪も打ったりするんですが、この上に打った時点で餌取りかつている時はもうそこに向かうので、まあ、こういった風に餌取りの動きを判断する時もあります。はい、仕掛けが入ってきました。今そこから約7メーターぐらいですね、中層ぐらいを仕掛けが入っていってます。今竿先にですね浮き止めがあるので、あれを見ながらだいたい仕掛けがどこに入ったかなというのを判断してます。ちなみにあの浮き止めは重りを垂らしてですね最初で測っているので、あれが底の目印ですね。はい、ヒットですね。なんかわからないけどヒットしました。手前に来てますね。なんだろう、ブダイですね。はい、おー危ない危ない危ない、おー何何、いきなり突っ込みましたね。危なかったです。ブダイですね。小型ですがブダイが釣れました。はい、3匹目です。3匹目のブダイが釣れてくれました。ありがとうございます。はい、今はですね3匹目のブダイが釣れました。このイラブチャ釣れる前にですね、ちっちゃいあたりがちょんちょんちょんって竿先に伝わるようなあたりがあったんですが、魚はヒットせずに、でハリスの地元部分ですね、その部分を見ると噛み跡がついてました。こういう時は大体ですねハリスを落としたら食ってくることが多いので、ハリスを落として大体5投目ぐらいですかね、それで食ってきました。でこういう時もハリスを落として2、30分やっても当たらないならもうすぐに戻します。その後に食ってくるのはまた肩がいいやつから食ってきたりするので、それぐらいやって釣れないならもうハリスを上げて狙っていくようにしています。で今このパターンで釣れたので、もしかしたらですね同じように食ってこないかなということで連発できたらいいんですが、全体的に渋いのでそう簡単にはいかないかと思うんですが、同じように狙っていきたいと思います。餌をですね今日際付近をボイルとオキアミ両方落とすと、オキアミはすぐこのスズメダイとかチョウチョウに食われるんですが、ボイルは下に落ちていっているのが見えるので、このボイルを使ってそのまま入れ込んで狙っています。はい、そろそろ底付近ですね、だいたいこの付近で当たるとしたら食ってきます。あ、ブダイが釣れました。よっしゃ、4枚目ですね、釣れました。イラブチャーです、ありがとう。はい、4枚目のイラブチャーが釣れました。今ですね先ほどから当て潮になってきています。で当て潮になって潮が変わったタイミングでヒレイカーも浮かなくなってですね、ちょっと中層でたまに見えたりはするんですが、魚がちょっと入れ替わったような印象があります。今の狙いなんですが、向こうに仕掛けを投げて手前に寄ってくるので、仕掛けの上に薪を巻かなくても下で勝手に同調してくれるので、仕掛けの沖側には薪を打たないようにしています。打ってもですね一緒に薪へも寄ってくるんですが、どうしても餌取りも一緒に仕掛けの方に行ってしまうので、仕掛けを入れて手前に寄ってきた時、狙いの底の棚で薪へと仕掛けが合うように、そういうイメージで釣りをしています。で仕掛けは先に入れ込んでいるので、後からですね巻き絵が追いかけてくるような感じですね。それを仕掛けを張って止めて待つっていうような形で釣りをしています。この張って待つ位置をそこから2メーターにしたりとか3メーターにしたり、少しずつ変えながらですね当たる位置を探っています。今日はそこから2メーターぐらいですねよく当たるので、もうその辺からあまり入れ込まないですね、重点的にそこから2メーターぐらいの位置を狙うようにして当たってきています。
おお。おお、大きい大きい。おお。